ミルアカミルクサッカーアカデミー井上真でございます。ノーミルク佐藤でございます。よろしくお願いします。今日はこちらドン、アスルクラロ沼津の台所事情表でございます。待ってましたよということで ね北が北海道から南は沖縄まで、カテゴリーぶっこ抜きでお送りします、うん、このシリーズ沼津に参りました、はいはい、参りましたね、うんうん、まあ沼津ね、はい、今年といえばもう本当にもうくっきりデータが分かれてますけど、はい、ね、ホームの限定の勝率だったらもう今首位クラス、素晴らしい、はい、要塞、そう。で、はい、ただまあちょっと夏に起こってしまったのが、うん、渡辺亮選手のね、そうですね、実績だっていうところで、それ踏まえて見ていただくと、ちょっと、ぬぬぬっていう部分がちょっとありますから。見えてくるものがあった。なるほど。はい。ぜひ皆さんに見ていただければと思います。はい。ということで、ミラーコ毎日やってます。チャンネル登録。またの方、ぜひよろしくです。はい、では、行きましょう、うん。こちらでございます。はい、ドーン出ましたよ。はい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 、まあ、沼津ね。うん、左側、今シーズンの、まあ、主な、まあ、番手表みたいな感じになっておりますと。ただ、ちょっと一番上に、うん、とりあえず、鈴木健志郎選手を置いたんですけど。健志郎さん、いろんなとこやってますもんね。そう、監督交代後はセンターオフとかもやってるので。そうなんですよ。なんとも言えないですけど、とりあえずって思っててください。ファンです、私、すごく。ね、はい、そして右側には、台所表と呼ばれるものでございます。はい、これ、表の見方なんですけれども、はい、このね、ピンクの部分がゴールキーパーでございますと。うんうん、で、青がセンターバックと皆さん右の方に住んでください。はい、で、水色がサイドバックタイプになっていて、で、オレンジが守備的ミッドフィルダー、ね、で黄色がオフェンシブな方のミッドフィルダー、はい、で黄緑がウインガーサイドアタッカーになって、うん、まあちょっといろいろあって右下にしか見えなくなっちゃいましたけど、うん、一番右がですねセンターフォワードタイプとなっております。そうなんです。そして縦軸は年齢、生まれ年、オリンピック刻みということでございましてね、うん、パッと見でこう飛び込んでくるという素晴らしい表になってますけどもね、はい、そういうことでございます。若いのまずはね、そうなんですよ ね、もう結論だけ言っちゃおうってあれなんですけど、はい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 、もう皆さん一番右から見てください。今日はもう一番右。うん、右からフォワードから。はい。はい。渡辺亮選手が移籍した結果ですね。うん、はい。最年長フォワードが2000年世代。すごい。最年少で2001年と単純に真ん中の前が少ない。若者よ、決めてこいってことですね、これね。そうですね。でも、とはいえ、やっぱり、人数としても少ないところがあるので、うんうん、まあ、染谷選手とかが今やってたりしますけども。はい。やっぱり働き盛りの20代前半中盤あたりがちょっと少なめになってるので、うんうん、来年もおそらく、まあ日本人選手のまあレンタルとかはあるんじゃないかなと思います。先生は黄色で薄く塗りつぶしているところが補強ポイントになるんじゃないかっていう見立てということです ね。はいはい。はい。まあということで他のポジションもまあ見ていきましょう。かりました。いつも通り、まあゴールキーパーからいこうかねと。はい。はい、ゴールキーパーでございますと、うんうん、まあ、基本は武者選手が今やってたりしますが、うんうん、まあ、武者選手とベテランのねところにも来ましたけど野村選手、はい、でいるんだけど、うん、実は3番手用のゴールキーパーっていうのが今名古屋からレンタルで来てる三井選手なんですよ、うんうんうん、でだからまあ、まあ普通に考えたらレンタルで帰るんで、うんね、そうなると1人足りなくなっちゃうよ、はい、だからキーパーはどう考えても来年どうにかしなきゃいけないポジションですと、うん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 、まあ、もしかしたら野村選手武蔵選手の間ぐらいに入ってくる中堅クラスのキーパーか、うんうん、やっぱり若い選手かどっちかになるんじゃないかなというね、うん、はいはいはい、で三井選手のところはこれ実は名古屋編でも話してるんですけども、はい、他のもう一人若いゴールキーパーもいるんですが その選手が昨年はレンタル出てて今年は三井選手がレンタル出てるって形になるので、うんうんうん、来年はどっちがどうなるかっていうところもちょっとある。なるほどね。というところでございます。はいはいはい、はい。そして、続いてはセンターバックでございますと、うん。センターバックは逆にこれ水色で二人名前書いてありますけども、うん、レンタルで今沼津からそれぞれ高知と鈴鹿に行ってる選手になりますと。育成中ですね。出稽古中。そういうことなんですよね。はい、なるほど。まあ、ただここに関してはもともとね、大学の時の同級生コンビであるこの藤崎つけぎっていう二人で。そうなんだよね。そうなんですよね。はいはいはい。で、やってて、あと先ほども言いましたけど、本当であれば、はい、中盤の男の鈴木健志郎が、ダダダダダダッとこうやって左にやってきて、うん、センターバックとかもやってる状態なので、ね、だこれがだから今の監督さん的に、いわゆる、うん、なんだろうね、つけ焼き場っていうのもあれですけど、うん、鈴木健志郎選手を今後もセンターバックとして使いたいからやってるのか、うんうん、いろんなこう、チーム事情からこうしてるのかってところがまだわからない部分があるので。対人の強さ、ね、みたいな、ね。そういうことですね。はい、はい。はい、なんで、センターバックか、結局鈴木選手が今年は前も中盤もやってたわけなので、はい、彼がセンターバック固定になるんであれば、まあ、やっぱり前の方が必要にはなってくるよね、ということには、はい、なりそうですと。はい、続いて今度は水色サイドバックでございます。はい、
ここはもう分かりやすいですね。うん、安西選手、大迫選手、前川選手いますけど、はい、やっぱり、1ポジション最低2人と考えるんであれば、ちょっと1名足りないってところがあるので、うんうん、まあ来年はレンタルなんてこととかもあるんじゃないかなと思いますけどね。うん、まあ、このぐらいの、皆さんより若い世代ってことですよね。そうですね。まあ、なんかちょっと間違いなさそうですね。そうですね。はいはいはい、うん、特にやっぱ沼津ってのは、ちょっと思い出されるのがやっぱり一昨年ですよね。はい、今、仙台から今治にレンタルで行ってるセンターバックの照山選手だったりとか、うんうんうん、あと今年は新潟でね、自チームで発揮してる秋山選手だとかがね、そうでした、あの時のこう強さたるやっていうのがありますから、ね、うん、若き有望株が沼津からこう出世していくなんていうことも、う、ね、うん、あったら面白いのかなと。はい、ただまあ、さんはいはいはい。あの、これ去年の沼津編でも言った選手が一人今年輝いておりまして、次はボランチでございます。うんうんうん、遠山選手ですね。遠山選手、はい。京都のアンダー18から京都ではなく沼津にやってきてという。もともとこの2003年生まれ世代の代表だ、はい、代表ばっかりね、アンダーの代表でもキャプテンとか務める選手でもありましたけど、うん、まあ、コンスタントに出場経験を得ていると。そうね、で、そしてそんなポジションに今度また若い人が、あ、若い選手が一人来年追加される、うん、はいはい、岩崎圭吾選手。2004年生まれ、バリ世代、弟、沼津、うん、アンダー18、あら、希望、素晴らしい希望ですね、はい、これはね、はい、ついにそんな選手が現れてきたというところがあるので、お願いしますよ。これだから今ね、うん、その、まあ、若くレンタルに行ってこの井上選手、川前選手とか、はい、あとはね、やっぱり2年前にね、この内定で、この高卒内定で来ましたけど、うん、森選手とか、うん、で、この遠山選手、岩崎選手、あと杉本選手みたいな、この若い世代でガンガンいけるようになったら、うん、そうだ、ちょっと沼津激強な感じになってくる、うん。森選手も期待してるの、得点王だもんだってね、ここそうなんですよ ね、うんうんうん。で、そこをもちろんベテランの染谷選手、伊藤選手なんかもそうだし、はい、もうだんだんこの中堅世代になってきたこの鈴木、浜、安西、徳永、うん、佐藤直樹、瓜生康生、このあたりでこう引っ張っててみたいなことになれば。こ う、ね、うやるとなんか何層にもなんかバランスがいい感じはしますね、でもね、狙いが。なってきてる感じしますよね。はいはいはい、だこれがちょっと面白いのかな。なるほど。そしてボランチはこの岩崎選手入ったことによって、はい、まあ一応もう千葉も6枚っていう状態ですから、はいはいはい、ここはもう、よほどの遺跡がない限りはこのまま行くんじゃないかなと思います。うんうん、はい。そして次、黄色のところなんですが、まあ、トップ下系っていうんですから、うん、このチーム、はい、この左のフォーメーションだと必要な感じにも見えますけど、うん、まあ、先ほど言った鈴木選手がちょっとね、センターバックの方にずれたりだとか、うん、あと、瓜生選手、僕はちょっと黄緑の方にずらしてるからでもあるんですけど、うん、ちょっと中盤がやや前の方だけ足りないかなって感じもあるので、うん、そこだけもう一人二人レンタルとかで入ってくる可能性はあるんじゃないかなと思いますね。まあ、あとはもういろんなところから来てる、レンタル組ですか、うん、外国籍選手たちですけれども、彼らが来年またどうなるかっていうこともちょっと注目ポイントかなと思いますので。そうですね、前線のキャストがちょっとね、そうなんですよ。入りそうですね、いろいろね。うんうん、ただね、もしかすると今後も、うん、なんか、これ沼津さんだけじゃなくて、J2 チームとか J3 チームちょっと言われてるのが、はい、なんかね、インドとか、うん、あんまリーグとかしてあんま聞かないじゃないですか。うん、そのなんかインドとか、そのいわゆる東南アジア、南アジア方面に、今なんか J リーグがね、うんうんうん、その放映権売ろうじゃないかみたいな計画とかもなんか、タイでまず始めたようなやつですね。それをもっと拡大しよう。いいじゃない。で、そっち方面と今 J2 チーム何チームか J3 チーム何チームかこう提携関係になろうじゃないかって話があるんです。面白いじゃないですか。絶対いい選手いるしね。そうなんですよ、うんうんうん。で、J リーグで歩み始めてみたいなことになったら、またこう、アジアまた、うん、ね、面白くなってくるんじゃないかと、はいはい、思うので、そのあたりも皆さんご注目いただければと思います。なるほどね。いろいろ時代も変わってまいりますし、楽しいですね、これね。そうですね。はい。ということでございました。ということで、沼津お送りしました。このシリーズ毎回やっております。まだまだ続きますのでね。はい。チャンネルと高評価ボタンね、ぜひ自チーム以外のチームも覗いてみてください。ということで。さあ、来季以降どうなりますか、各チームということで、ミロアカ、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで、グッズショップもやっております。イベントご覧のようにね、新宿ロフトプラスワン、11月18日ゲスト多数でやりますので、ぜひチケット概要欄から見てみてください。メンバーシップとかもやってます。お願いします。T シャツも売ってます。よろしくお願いします。じゃあね、概要欄から。はい、ありがとうございました。どうも。